ありがとうございます。今日確かにちょっと暖かかったですよねって私も思いますが、どうですかね。そっか、13級生オーディション今日までですね。わあ、もう少しですね。ねえ、いろんな子が SK に興味を持って入ってきてくれたらいいですよね。ねえ、どうなんだろう、応募数は。ね、未来の SK いいですね。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。一緒になってしまって久しぶりに顔見れた。うん、ありがとうございます。最近私もあのオンラインの時はね、ちょっとあの遅くの配信だったので、ちょっと早めは珍しいですね。見に来てくれてありがとうございます。やっほほー。あーすね、そうなんか最近そうですね、情緒不安定ですが、申し込み忘れた。13期オーディションですか。ですか。すごい。あ、トレカケース注文もありがとうございます。ファンクラブ限定のグッズですね。ロイヤルカード、ロイヤルなんだっけ、ロイヤルトレカカードか、トレカカードケースですよね。なんかすごいですよね、今回のゴージャスでかわいい。なんかでもあの ああいうグッズになるって知らなかったんですけど、その撮影の時はすごいね、真っ赤のグッズだから、ドレスが赤なんですけど、私選ばせてもらったのがその赤のものになるって知らなかったと思って、すごい全部赤なんですけど。はい、あのでも赤いドレスはすごい珍しいと思うので、はい、レアかなと思うので、ぜひ姫にゃんって自分で言うのはちょっとあれですけれども、姫にゃんもゲットしてください。笑顔にしてくれるためにありがとうございます。あ、今日もおやきん愛してるよ、ありがとうございます。嬉しい、焼き目してますね。そうなんで、あ、そう、他の人がツイート見ましたが、さっきは故障で、あ、故障じゃなくて、昨日のオンライントーク会のその現地にあの忘れてしまって、あの連絡させてもらったら、でも無事にあの会って預かってくださってるので、はい、取りに行けたらあの戻ってくるので、ちょっとそれまですみません。生誕グッズの方もそうですね、今日までですね。あ、お誕生日ですか。あ、おめでとうございます。お祝いさせてください、よかったら。あ、ロング東海のアプリそのままにしてくださるんですか、嬉しい。だだ、来年もね、またいらしてもらえるようにね、あるといいんですが、あってほしいですね。ね、ロング東海もオンラインロング東海かね、ありがとうございました、本当に。今日はちょっと用事があって東京に、あれですかえ、スパフェスさんは東京ですか、東京か、それですかね。メール見たけど、あ、心配してくださってありがとうございます。そう、あの最近落ち込むことも多いので、そう、すぐ泣いちゃうんですけど、あのメガネだから今日はいつも以上に二重じゃないですか。そんなことないですか。泣くとあの目が二重がすごいあのすごいなんか
分厚くなるんですよ。なんでですかね。こんばんは、マン。高橋先輩も配信ありがとうかな。すいません、逆にねちょっと最近遅いのが多くなっちゃって、すいません。ちょっとライブで気も来れました、ライブ来れました。あ、よかったです、ありがとうございます。こういうのが心配ちゃう。ああ私、ありがとうございます。このなんか膝にこう手をこう当ててカバーしながらあのやらせていただいてる感じですので、あの大丈夫ですよ、ありがとうございます。まあ、そうですね、途中で気づいたらあのねあれですけどでも会えて嬉しいです。見れました、嬉しいです。しすぎないで過ごしましょうね、ありがとうございます。やっぱ本当についあのなんだろう、こう真面目が故にこうちょっと落ち込みもその分ひどいので、楽しまなきゃですね。メール返信も嬉しい、ありがとうございます。また読まさせていただきます。いつもねありがとうございます。ひかりちゃん、なんだろう、そうなんだ、二重眼になるんですね。あ、いつももう二重なんですけど、二重がなんか幅が広がります。でも目がちょっと腫れてちっちゃくなる気がする。次回もライトが買いように3曲買ったよ、楽しかったです。すごい、買ってくださったんですね。嬉しい、ね、ありがとうございました、嬉しいですね。毎日配信ありがとうございます。皆さんも見に来てくれて嬉しいです、本当に。今日もですね、そうシャッフル公演の練習をしてて、最初でやってて、でもなんかそうちょっと気持ちがあれだったからちょっと中から、いやそれまではこう無心でね頑張ってやってたんですけど、なんかちょっと辛くなっちゃってで、そうだからあんま練習がそう進まなかったから、ちょっと本当にもうそうなんですよ、最近本当に練習がちゃんと進んでないので頑張ります。はい。でアニメコスはなんと変えたんですよ。メールでも連絡させてもらったんですけど、そう中ショット撮影会用のアニメコスがやっと変えて、そう昨日もね結局夜ずっと探しちゃって、そうなんです、コスプレ専門店みたいなところで見てたんですけど、結構高いんじゃないですか。でなんかそうゲームのキャラとか結構多いんですけど、本当に全然わからないからちょっとなーってなって、でもですねそれとはまた違うので見つかって買って、なんかそう一番2個買ったんですけど、その特に今回ツーショット会用で着たいなと思ってる方はなんかもう明日発送してくださるみたいなので、ああよかったと思ってます。この間5枚だとそれなりに夕方に近いから参考にします。確かに5枚ね、そうですよね、ありがとうございます、嬉しい。あとそうなんかすごいなんですっけ、そう事情があって、そのツイート、X さんのツイートじゃないポストか、ちょっと消さなきゃいけない内容とかがあったから、ガンダムピアスのやつとかかなで消しちゃったんですけど、全然コメント、皆さんのコメントとかね逆に消えちゃって申し訳ないんですけど、
あのいいねとかも全然皆さんが嫌だったわけじゃないので本当に気にしないでください。はい、むしろ嬉しいですはい、ね、ボロボロな感じ。うん、確かに。あの私泣くとそう、あのティッシュがもういっぱいになっちゃいます。ティッシュの山タワーですか、タワー、え、タワー、え、ちょっと待ってくださいね。え、これタワーですか、タワーん、今見ているんですがうん、うん、タワーだ。うわー、ほんとだ。あーあ、ええ、そん、ありがとうございます。ありがたわー、手持ちだからはみ出ちゃうありがとう、ありがとうございます。クマさんだ、かわいい。クマのタワーなんですね、かわいい。人が情報量が多すぎると話しづらいと知りました。近いあれば枚数も増やします。ああ、嬉しい、ありがとうございます。でもあのね、メールの返信でもあのね、書いてくださってありがとうございます。嬉しいです。いつも元気もらうからみんな横にあんの味方、嬉しい。本当ですか、その気になったらん、そう、あ、そう、いろんなね事情があって、昨日前が分けた感じはララっぽいね。ララさんですか、後藤ララさん、嬉しい、本当ですか、やりたい、またやります、元気出してね、ありがとうございます。そう、なんとか見つかって、あ、すごい、なんか風船のクマさんとかいろいろあるんですね、かわいいですね、クマさんかわいい。一個買って、そうなんです、見つかって、だからもう一個は次のシングルとかでもいいなって思ってますね。そう、見つけた時にも買わないとダメだなと思うので、早めにね買っておきますね。どうやらちょっと買い申し込みしたよ、え、嬉しい、ありがとうございます。あー、ありがたい。あ、駿河さんに行かれたんですね。これじゃすぐこれを増やせ増えても困るの、購入はしませんでした。あ、積みパラあるんですね、プラモデルされるんだ、お話しましょう今度したいです夢子さん日焼けないから、あー、そっか、あのアニメですよ、あのアニメ試着はねできないんですよ、したいんですけどできません。あ、ツルス会の追加、はい、ありがとうございます。衣装が3ゴムで、そうです、両方とも3ゴム衣装の7、8、9部がコスプレになります。このロフトもいいと思うんだよね。
そうですよね。でもそうアニメコースターのちょっと前からお伝えしてたからちょっとでも探せてよかったです。アニメコースター届いてない。なんでだろう。なんで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 届かない時ありますよね。この前のお礼とかありがとうにゃん。ありがとうね。ありがとうございました。嬉しかったです。顔見れて嬉しかった。スナッシュが大好き。ありがとうございます。まとめ出した30枚まで出せると。そうです、30枚の方。そう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 です。あ、待って、どこまで行ったかな。どこだ。フォローもありがとうございます。あ、来た来た来た。あ、組み立て体操してるんですね、かわいい。話題また用意しておきますね。じゃあポスト見てきたにゃん。あ、ありがとうございます。通知が来なかったですか。なかったか。まあ前髪がなんかオリエンタルカレーを食べました。残りあと5食。え、すごい、結構ある。すごい、ありがとうございます。賞味期限大丈夫ですか。最近会ってない。泣き、うん、泣きです。私もね、公演とかすいません、まだちょっと休みさせていただいてるから、なかなかよりね会う機会がないんですけど、会いたいですね。会いたいです。何のアニメかは、あー、そうですね、そうですね、どうしよう、言うべきか、どうしよう、ちょっとどうしよう。いやいや、ね、今日みつきさんお誕生日ですよね。おめでとうございます。いつもお世話になってますので、そうでちょっ、あ、リコリスもね、出てきました。その黒髪のキャラでコスプレもあって悩みましたが、どうでしょうか。どうでしょうか。こんばんは。え、ドルカケース予約したよ。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。インドのカレー、ないにゃんですね。楽しいですから、おかげさまで。そんな鳩似合ってたかにゃん。似合ってました。はい、可愛かったです。握手会トークが楽しみ。やった、会える、嬉しい。楽しみにしてます。出発するね。うん、応援してます。気をつけてね。ありがとうございます。応援してます。パッケージのカレー食べてない。大丈夫ですか、賞味期限は。あー、ボールごとアクスティッシュで。あー、なるほど。いつの方がいいですかね。そうか、そっちの方がいいかな。絡んでる公園全部入りたいと思います。お、約束です。約束です。
どん兵衛さん、あ、どん兵衛さんのも、あ、聞いちゃってます、大丈夫ですか。オリエンタルガールズでも意外と持つんですね。いや、当日の方がいいかな。そう、もう一つは次のシングルかなって。うん、はい、ちょっと手がでもしびれますね、ちょっと。じゃあ、今日は久々に歌を歌わせていただきたいと思います。星は見るとき見るですから、そうですね。見れるときに見てください、お願いします。ね、歌えるかな、歌えますかね。よし、では皆さんイヤホンを刺すので音気をつけてくださいね、うるさいですよ。手持ちでそう歌え歌ったことなかったですけど、手持ち、あ、ありましたよ、なんか前やった気がするんですが、あるんですが、いけるんじゃないですか、音大丈夫かな、曲入れます。今日はチャレンジ曲です。歌えるかな、歌えないかもしれないですが頑張ります。歌えないかもしれない。ウィーニャン注意、ウィーニャンね、最近ちょっと調子悪いんですけど頑張りますね。歌が歌いづらいんですけどね、頑張ります。お茶の間さんは歌えません、ひくなた大好き、やった、頑張ります。もっと入りました、皆さん好きなお料理してくださいね。な、今日は何行だ、あ、作業です、頑張る子、はい、頑張る子です。いいですかね、歌えるかな。頑張ります、聞いてください。絶対アイドルやめないで、輝いてる君を見たい、もうずっとずっとずっとステージにいて、私がもし君のこと離れたなら、君はちょっと寂しくなるから、意地悪考える、好きな人がいるのなら内緒にしてね、神様は将来小指輪をどこかに隠してね、君の好きに合わせたんだ髪の色、私の中君だけで過剰摂取は中毒で、責任取ってね大好きです、やめないで、優しい犬も真面目顔も全て知ってる私が言う、空で輝いて、星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、君の夢は何ですか教えてほしい、その夢がアイドルじゃなくても覚悟はしてるから、星のいない空それが当たり前で、暗い道に目が慣れずに踏み出すのも怖かった、
やっと見えた光、君は歌ってた、ただの英語と分かってても、君はキラキラ衣装が似合う大きなステージで、一列目まで感じたい、この歌い方なんか好きだわ、君の努力私の愛、成り立つこの関係は強くて脆いの、星の幸せを願った。だけどでもね、だって君はアイドルよ、初めて目が合った日から、今日も明日も君ばかりだ、アイドルやめないで、絶対アイドルやめないで、でした。撮りまーすあ、撮れた、わ、最高、もありがとうございます、ありがとうございます。イコールラブさんの曲ですね、嬉しい、ありがとうございます。間に合った、あ、聞いていただけました？嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございましたね。のゆみさんの曲ね、歌ってないですよね、ちょっと練習しますね。うん、お誕生日ハッピーバースデーも歌わせてください、お願いします。はい、いきます。皆さんもお誕生日お祝いよろしくお願いします。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア11月お誕生日の皆さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。すいません、片手だから拍手できないおめでとうございます、あ、どうしよう、おめでとうございます、素敵な一年になりますように、誕生日も見に来てくれてありがとうございます。今日は水吉さんや長屋クリアーズさんのね、のなにゃんの誕生日でもありますね、のなにゃんの誕生日でもあります。じゃあちょっと宣伝させていただこうかな、ハッピーバースデーじゃん、で、あ、意外とお見せできますね、片手でも。SK48 33枚目シングル告白心拍数特典会のお知らせです。じゃん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 、連絡ですか、え、お互いあんまり取らないんですよねえ、そういうタイプ、なんかそうなんで、私もあんまり取る方じゃないんですけど、と、うん、友達が少ないんですけど、あんまり連絡は取らない方なんですけど、でも会いたいです。はい、なのにはもうそんな、多分そうな気がしますはい、で、1月の11日土曜日、
愛知、あ、愛知スカイキスポさんでツーショット撮影会のまず1日目着席形式を35789部やらせていただきます。はい、この日は言えなくてタコスの衣装とヤシポ用の冬バージョンを着ます。そうなんです、はい3号部が衣装で789部がヤシポ用ですね。ギャルですね。ギャルニャンになります。前回のシングルがヤシポ用のね服が結構制服が好評だったので冬バージョンも作ってみたんですけど、今考えてる感じだと7部がヨシポヨのジャケットでジャケットバージョン、8がカーディガンバージョン、9がカーディガンを腰に巻くバージョンかなって思ってますタクスの方はもう衣装でその変化をつけれないので、ってちょっと悩んでるんですけど、ちょっとね変形できないけど、ヨシポヨはなんかハロー、サンリオさんとコラボでライブをやらせていただいた時に寸劇をやもらったんですけど、その時に私がヨシポヨっていうギャルの役で誕生したんですけど、その時にヨシポヨが誕生したんですけど、なんかギャルがすごい珍しくて、私がそう珍しくてはい、皆さんに意外と好評だったので、そうギャルのギャル制服っていうんですか、ギャルニャンになります。優しいですよ、ノリが良くて多分優しいですで1月12日日曜日の次の日のアイツスカイキスポさんのツーショット撮影会が、スタンディング形式になるんですけど、35789部で同じ部数で告白心拍数の衣装と、そうやっと今日買えたアニメコスプレです。そう1回目買った、ネットで買ったね、すごい楽しみにしてたアニメコスがちょっとダメだったので、はい、買い直してすごい必死に探しててやっと今日買いました。はい、でもああいう系ですああいう系のコスプレで、そう、それはですね明日発送していただけるみたいなので、いけそうですよ。どんなのに、嬉しい。で3号部が告白心拍数の歌唱用衣装で、16周年コンサートのオープニングに着させていただいた衣装で、789部がアニメコスプレにします。はい、させていただきます。で3部がありがたいことに枚数ね、そういうの残り少なくなってきていただいてましたので、ありがとうございます。ぜひお待ちしてますね。アニメコスはあんま言わない方がいいですよね。当日も楽しみにさせていただこうかな。あとメカアップポーズで、大事ですね、それは。そうですね、私もいっぱいねポーズ考えてますので、ポーズ困った方私ぜひね、案がいっぱいありますので、でもこのポーズしたいって方々ぜひ教えてください。で今ご自身着販売期間中で、1月11日、1月12日のアイチスカイキスポさんでの抽出撮影会、先ほどの部ですねが1月3日金曜日12時正午までの締め切りとなっております。はい、
はい、あとあれですね、写真にやっぱ残りますし、でもあれか、スタンディングの方は置けるとこがないのか、あの客席の方は机があるので、あのガンプラもね持って行って一緒に撮れたらいいなって思ってるんですが、スタンディングの方はもう持つ感じになっちゃいますね。どうしよう、あ、くしゃみが出そう。あ、メッサーさん、メッサーさん、そうメッサーさんね、間に合わしたいんですけど、どうだろう、間に合うかな。スニーカーも置けますかね、置けるかな、置けます、置けるとかあったかな。クッションもトークももちろんいいですが、ちょっと記憶に残るのが嬉しいですね。そうです、皆さんぜひ待ち受けにして毎日見てください。で、待ち受けをこう日によって変えてくださる方もいらっしゃるので、もうすごい嬉しいです。Tシャツもぜひ待ってます。アニメこそが無事届きますように。ジムスリーさんも、確かにジムスリーさんね、東海でかな、一回飾らせていただいたことあるんですけど、ジムスリーさんもいいですね。3500人の方もありがとうございます。ちょっと待ち受け毎日癒されてますよ。本当ですか、嬉しい。あの、そう、今回オンラインで、そう、皆さんのお宝とかもね見させてもらったんですけど、ちょっとの写真を現像してくださって、すごいあの生写真ファイルみたいに、ね、入れてくださってる方もいてくれてすごい嬉しいです。あと、よくあのチキホールの中にツーショットをの写真を入れて来てくださる方もいるので嬉しいです。ありがとうございます。ジアクさんもそうですね、あのサフ状態の黒ジュアク君、はい、皆さん今日もありがとうちゃんぽです。今日はちょっとね落ち込みやんでロス、あの時間のロスしちゃったので、頑張ってこの後練習頑張ります。頑張る子そう、ゾウさんみたいなやつ入れて来てくださいます。やったー、ありがとうございます。間に合った、あ、今日ね、おとといもやらせてもらったんですけど、また聞きに来てください。ごめんなさい、終わっちゃって、練習頑張る子です。よくのこと応援してるからね、ありがとうございます。遊びに来たよ、あ、来てくださって嬉しい。最後発動になっちゃうんですが、すいません、作り横にゃんです。セーター T シャツ着ていこうかなって、あ、嬉しい。今日のそう、セーターグッズもですね、24歳のセーターグッズも今日のもうあと30分ぐらいで終わっちゃうので締め切りになっちゃうので、はい、ぜひセーターグッズもゲットしてね。今日初のですか、これ助けられてます、本当ですか、嬉しい。寒くなるんですね、わかりました。皆さんも暖かくしてください。秋メニュー、どうしよう、24歳、びっくりにゃんこですよね。
止まなくて、早く治れますように。ラッキーフード、ラッキーメニューと一緒でいいんですよね、食べ物ですよね。どうしよう。確かに、わかりました、シャチホコします暖房私もつけてます。年齢不詳、不詳感、そうですね、24って感じじゃない、あの中身も本当にええー、小さな時なんかさ、嬉しい、本当ですか、龍角さん舐めてください。どうしよう、あ、じゃああれにします、いきます、よこにゃーん、ビーム、わー24です、次、わーからの明日のラッキーメニューは、ラッキーフードは、じゃん、サバの塩焼きです、大好きなサバの塩焼きです。私あの今日も食べました、あの塩焼きが特に好きなので、あの塩焼きだと嬉しいですねはい、あの味噌煮の方が好きですか、あじゃあ味噌煮ではいいです、で私は塩焼きの派ですね。あ、買ってくださいからの、そうでちょみずきさんお誕生日からのシチハカ、片手でごめんね、シチハカからのおやすみやこにゃん、夢でも会えますように、ありがとうございます、夢でも会えましょう、私は練習頑張ります、皆さんありがとうございました。あとそうだ、あのね、なんだっけ、ロイヤルトレカカードケースかな、ファンクラブ限定グッズの、はい、赤ドレスニャンのかわちいやつ、明日までなのでそれもぜひゲットしてね、ツーショットも待ってます、好きです、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、皆さんありがとうございました、心配してくれて、頑張り子です、頑張り子しますありがとうございました、皆さんゆっくり休んでね、明日もお待ちしてます。